タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の10月21日水曜日、私現在新千歳空港に来ております。まあ、この後仕事なんですけれども、そうですね、30分ぐらいしたら列車に乗って仕事に行かなくちゃいけないんですけれども、まあ、逆に言うと、まあ、3、40分ぐらいちょっと時間があるので空港行って、まあ久々にちょっと展望台から飛行機でも眺めようかなと思ってやってまいりました。以前と比べると飛行機もなんか便数も増えましたし、ここの展望台もね、人が結構増えたなという感じです。まあ、だんだん活気は取り戻しつつあるんですけれども、この後ね、また冬になって、まあ、インフルエンザであればこれから流行る時期じゃないですか。だからそう、コロナ騒ぎもね、また今後どうなるかちょっと気をつけなくちゃいけないんですけれどね。まあ、そしてこのジェット機のね、横から最近ちょこちょこ飛んでるんですけども、全日空のプロペラ機がね、やってくるんですよ。これどっちが先に飛ぶのかな。なんか多分順番とかは管制塔の指示とかで動いてるので、ちょっとどっちが先か分かんないですけれども、今ね、ちょうど2機が並んだ感じです。こんな感じで、あ、こっちの方が先に来ました。これが飛んでから日本航空の、あのジェット機が飛ぶようです。あれをお先に通らせていただきやすぜみたいな、そんな顔しながら航空が通っているような、そんな感じですけれども、そしてですね、脇の方からはスカイマークが、ね、今じわじわじわと詰まっていってきてるんですよね。だから多分あのプロペラ、全日空のプロペラが飛んで、日本航空のジェットが飛んで、その後ぐらいにこのスカイマークが飛ぶんでしょうかね。とか言ってると、もう間髪入れずに、じゃあ私失礼しますみたいな感じで、そう、残業を迫る、上司から逃げるかのごとく、そそくさと飛び立って行ってしまいました。
して向こうからは何らかの飛行機が着陸してちょっと慌ただしくなってきましたね。管制塔というのはこれを的確にさばいて事故が起きないようにするっていうね、そういう任務があるのでなかなかね難しいところではありますよね。で、全日空がこうやって着陸した後に今度はちょっと忙しいですね。カメラも日本航空機が滑走路に入ります。で、こちらの方にはスカイマークが待機していて、そしてさらに新しい、これはどこかな、全日空のまたプロペラ機が1機、そろそろ私にも飛ばしてくださいよみたいな顔をしながらズケズケと入ってまいりました。そして地上の方ではスカイマークを差し置いて全日空が先に飛ぶようです。何か全日空とスカイマークと何らかの他の航空会社とのなんか序列をなんか感じる何かがありますけれども、慌ただしい時はでもこんな感じでなんかパッパパッパなんか入れ替え、特快引っ換え、特快引っ換え、飛行機が飛んだり着陸したり飛んだり着陸したりみたいな、そんな感じなんですね。そして長きにわたる順番待ちの末、やっとスカイマークは動き出しましたよ。新千歳からスカイマークで行けるといえば成田と、あとどこでしたっけね、茨城だったっけ、茨城とか成田とか、私あまり飛行機も詳しくないんですけれどね、なんかピーチは何回か使ってて、まあ、それで行き先覚えたのか、あとジェットスターか、ジェットスターと、なんか気がついたらね、エアドゥーもなんか行き先あちこち増えてますね。気がついたらって10年ぐらいして気がついたらみたいな感じですよ。飛びますよ。そしてちょっとね、ごちゃごちゃしましたけども、とりあえずこれが飛んだらまた一回落ち着くみたいです。で、スカイマークが飛ぼうとしている前をこういう風に全日空が今横切っていくんですけれども、この前の方を見ていくと、日本航空が一生懸命出発の準備をしてるんですよね。こちらの方には頑張って今荷物を積み込んでる状態でございます。よく見ると機体の方には東京2020と書いてあって、まあ結局ね、何事もなければ来年ということになるんですけれども、来年はどうなることやらオリンピック、まあそんなことは置いといて、スカイマークがまた頑張ってどっかの空に向かって飛び立ちましたけれどね、私も久々に飛行機に乗ってどっか行ってみたいものでございます。
4時半ぐらいで、今ね若干ね日が落ちてきて、これからもう30分40分ぐらいしたら真っ暗になるようなそんな時間なんですよ。なもんでほのかにね、機体のところにこう明かりが、要するになんていうかな、夜の照明が今ちょっとついてるような感じなんですよね。まだこんな感じですから、こんなにバカみたいに暗くはないんですけれども、これからだんだん暗くなるんじゃないかなという感じで、こう中のね、この窓も、丸窓の中も少しなんか中でも明かりがついたなという感じで、なんか昼間だったらあんまりついてない時もありますからね、こういうところ。なんかのスカイマークの飛行機がね、こちらの方に向かってきてますけれども、長旅なんとか終わりましたわ、ちょっと休ませてくんなまし、お茶でも一杯したいですわみたいな、そんな感じで搭乗口の方に入っていきました。どうしてもね、やっぱり全日空、日本航空以外は空港の端っこの方に飛行機を止めることになってしまうんですけどね。こんな感じで展望台のところにもライトがつき始めました。私もあと20分で仕事場の方に向かわなくてはいけません。あと、それからに全然関係ないんですけどね、今はっと思ったんですけども、ここにあのロイズの宣伝のあれが貼ってないですよね。ついにスポンサーから降りたかみたいな感じで、まあ、ちょっと今ロイズもお金大変なことになってるんでしょうか。そうでなければここにロイズ の、ね、あのステッカーがしばらく貼ってありましたからね。わかりますかね、なんか貼った跡がちょっとくっきりと跡が残ってるみたいな感じで、あのこの丸窓があるじゃないですか、丸窓のこっち側、左側と右側でちょっと色が違うじゃないですか。ついに広告が剥がされたっぽい。あ、そう、ロイズで思い出したんですけど、なんかあれですね、愛の里公園と石狩洞別じゃなくて石狩ふとみか、石狩ふとみの間になんかロイズの工場あるじゃないですか。なんかあのロイズの工場の近くになんか JR の駅作るらしいですよ、新駅。だから北海道内で新しい駅を作るって聞いてるのが、あの日本ハムファイターズの球場、あの北広島駅からちょっとだけ1キロぐらいなんか上のっぽろ側にそれた方のところに駅ができるのと、それから札沼線のところにまさかのロイズの駅、それができるみたい。まあロイズはね、なんかお願いして、要するになんか西岸駅とかって言って、それ企業とか自治体がお願いしてここに駅を作ってくれというふうにお願いしてお金を出して作ってもらう駅なんですよね、というのがなんかできるらしいです。ぼやけちゃった。あのここで11月になるとここ閉まっちゃうんですよね、冬の間。そう、新千歳はね、冬の間ここの屋上の展望台が閉まってしまうんで、まあ、その前に天気のいいあたりを見計らって一回来ようと思って、ちょうどね今日来ようと思ったらね、ちょっと曇っちゃったんですけどね。お昼の2時ぐらいまでは天気はもっと晴れてたんですけどね。そしてここからも苫小牧方面にそれる道が見える。あの今日はね、あくまで飛行機を見るためだけに来ましたから。あ、でもねこれを忘れちゃいけませんよ。やっぱりね、こちらの方をね、やっぱりね拝みに行かなくちゃいけないじゃないですか。ちょっとだけ寄りましょう、もうちょっと時間がありますからね。ここの雪ミックショップも地域共通クーポン取扱店舗ということで、なんかここにあったプレートがこれだったっけみたいな、そんなところもあるんですけれども、上の方を見るとハローキティとのコラボグッズもなんか販売してるらしいです。言われてみればここには何かサンリオの猫が抱かれていますけどね。
まあ、ということでですね、あと4時間ぐらいここにいたいんですけれども、あのもうあの電車が出るまで10分切っちゃってるんですよね。54分発で今の時間が見えませんね、バッチリね。しかもね、うわ高っ、ちょっとあのそう、あの高いところとはちょっとソーシャルディスタンスを保ってね、ここはやっぱり大阪府民を見習って、エスカレーターの右側に立ちましてちょっと拝見しましょう。もう ここはねやっぱり社会的な距離がね、ソーシャルディスタンスがね、何分前かな、46分8分前。これエレベーターでもう行くことができるんですけれども、エレベーターじゃなくてもちょっと後ろを向けばね、こちらに JR 線と書いてあるね、エスカレーターがあるんですよ。あ、こっち側にもあるんですけどね、エスカレーター2つあるんですけれども、まあ、どっちでもいいんで、どっちかで降りましょう、こっちで降りましょう。で、あとはここを降りればもう JR の駅ですから、急ぐ必要はございませんし、今日はねちゃんとお金もチャージしてるはずですから。じゃああと数分で出発してしまいますので、そろそろこの辺にしたいと思います。じゃあということで、じゃあ今回もご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。イランからご乗車ありがとうございます。千歳線、函館線に乗車する快速エアポート線、札幌経由小樽行き、次は南千歳線。 This is 南千歳線。お客様へお乗り換え列車のご案内です。苫小牧行き通列車は札幌方面、The next stop is Chitose Station.今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。